石破氏負けを首にね、来ていただいて、石破さんがいよいよ総裁選ってるっていうところで、まあその政治家に実はなるつもりなくて、お父様がまた大政治家でございましたから、ねえ、そのお父さんに聞いたんですって。お前政治家になる気あるかって言われた時、いや、無理ですって言ったら、まあお父さんがそらそうだって。お前みたいな優しいやつがなれるような職業じゃないっつって。で、じゃあ何になるって言われて、で、ちょうどその時、鉄道が好きだったから、じゃあ国鉄、JR 前の国鉄に行くったら、あれはもう実はなくなることが決定してるから、そんな潰れるようなところの会社に入っちゃダメだって言って、まあそこダメで。じゃあ次行ったら全日空、飛行機、全日空に入りたいって言ったら、あれは田中角栄先生にご迷惑をかけた会社だから、そんな会社に入ることは許さんっつって、そこもダメで。じゃあ、次は、つったら、じゃあ、物を書くのが結構好きだったから、朝日新聞に入るっつったら、あんな人の批判ばっかし、やるような仕事はダメだって、全部ダメで。じゃあ、どこだったらいいんですかってお父さんに聞いた。お父さん、銀行員になれっつって。ね。ありとあらゆる立場の人たちに会えるだろうって。ね。年金暮らしのおじいちゃんから、そしてお金持ち、そしてお年玉を握りしめた子供たちまで会えるだろうっていうんで、銀行員だと。だから最初はいろいろやっぱ言われたんだけど、こう、長続きしねえかなと思ったら、こう、ボーナスの時にこうやって、ブララってお札をこうやって広げて、扇形になる。ね。あれが突然、できるようになったなって。で、そこからもう辞める気がなくなって、楽しいなと思って辞める気がなくなって。たら、窓口にね、こう初日、窓口のこうところに移動して、初日にさ、100万円余計にお釣りを渡しちゃったらしくて、ありえないですよねって。それで、ああ、どうしようかな。もう辞めなきゃいけないかなと思った時に、その100万円余計に渡した、ね。お釣りを渡してしまったお客さんが戻ってきてくれて、100万円余計にお渡ししてましたよって、もう返してくれたなって。いやー、石破さん言ってましたよ。今でもその人の顔はよく覚えてるって。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。